茨城県南部で、アジサイの花の美しいところは、県道11号線の御門場小学校前です。6月初めに大きな花をつけました。ところどころに青い花も見えます。御門場には、茨城県指定のヘルスロードが通っています。取手駅近くの利根川緑地運動公園から歩きます。白根地区から御門場を一周するコースとなります。重たる神社の森を見ながら、台地の上を歩きます。馬坂という、きつい坂を登ります。ほどなく、御門場小学校です。近くに、福井寺があります。福井寺の周りには、中妻貝塚があり、その貝塚から、縄文時代の人骨がたくさん出てきました。御門場小学校を越えて、しばらく歩くと、東京芸大取手キャンパスです。県道11号線をこのまま歩き、坂を降りると、小貝川の渡台橋です。手前に、白山神社があります。立派な仏像があります。